皆さん、こんにちは。大樹です、えー。今日は東京駅の近くで講演会をやってました。まあ、講演会って言ってもね、今日は教育関係の人が多かったんですけど、北は北海道から南は鹿児島までかな、ぐらいの。まあ、いろんなところから学校の先生だの、教育関係の人が来てくれて、で、新しい理学だの、コーチングだのまあ、どう理解して使うかみたいなね、なんかことだったんですけれども。えー やっぱね、せっかく来たからにはね、コーチング見てもらいたいっていうことで、まあ、かなりリアルなケースを一件丁寧にあのコーチングしてみたんですけど、終わってからね、えー、なんか見てる間に私も何ヶ月も悩んで本当に苦しかった問題がびっくりするぐらい解決してしまいましたって言ってくれた人がいて、すごく嬉しかったんですよね。で、というのも、新しい理学ではオープンカウンセリングとかって言ったりしますけれども、の まあ公開の場所でカウンセリングやってねでまあ見てもらったりそれからそのケースについて一緒に考えたりとかってするわけですけどそうするとね見てる人もまあ学びになるだけじゃなくて自分も気づきがあったりとかね変化が起こったりしていくんですよね。なんでなんでしょうか。あのこれ、ね、コーチングもカウンセリングも適当にやってるわけじゃなくってその考え方あの コーチングならコーチングの考え方を使ってアプローチしてみるっていうことをしてるわけなんですよね。でまあ典型的にはコーチングで言えば目的論。で本当の目的は何なんだろう。本当の目的からじゃあ何を目指すかってこう決めてでそこに向かって現状どうなってるのか、えー、見極めた上でどんな新しいやり方をしたら望んでる目標の方に進んでいくのかっていうことを考えていくっていうことだしね。 で今日はやっぱり、えー、今日扱ったテーマがね人間関係のテーマだったんですけどそうするとやっぱり自分の本当の気持ち、ね、っていうものとそれから相手の本当の気持ちっていうのをねこう分けて、えー、考えてみた上で,でそれをね自分の本当の気持ちはこれだと相手の本当の気持ちはこうなんじゃないかなってまあ相手いなくてやってますから <laughs> わかんないんだけど、まあ、可能な限りリアルに推測してみた上ででじゃあそれらを踏まえてね何を 通の目標にしたら良さそうかとかとねどんなコミュニケーションを取ったら良さそうかとかって、まあ、こう考えていくっていう手順を踏んだりするわけですけどで人がねそのコーチング的なこの手順で問題解決をしているとかコーチがそこにね、あのー、真剣に関わってるのをこう見たりすると自分もねなんかその,そのプロセスの中から、えー、いろんな気づきがあったり、まあ、自分ごと自分の問題もね、あのー、自分なりに考えたりしながら見てるわけなので。 でそこでこう気づきがあったりするんですよね。だからあのー、なんかコーチングをねただコーチがなんとなく質問してるだけだと思ってる人はすごくもったいなくて。 でコーチング,はコーチングの,その考え方というか問題の解き方があるんですよね。でそれを一緒に体験するとねなんかこう学びになるだけじゃなくてこの癒しが起こったりとかそれから気づきが起こったり自分の中でねこう変化が起こったりしてくるということでだからねあのぜひ皆さん、えー、コーチングね本当は見てもらったりとか一緒の場所でねなんか一緒にコーチング使いながらこの問題を解いていくとかね、えー、いう練習をすると何か自分もあの問題の解き方の勘どころも分かるし気が付くと自分の問題も解けてるみたいなね。 えことが起こったりするんじゃないかなということです。で、なかなかね。コーチン見る機会ないからもっと公開でね。あのー、やれたらいいんですけど、まあちょっと守秘義務の問題での何だな。なんだのがあるからね。なかなか皆さん難しいんだと思いますけど、あのチャンスがあったらぜひ、えー、見に行ってみることをお勧めします。でまあ、なかなか難しいという方は？えー 僕の,、ね、あの本の中なんかにもいろんなコーチングの事例が書いてあったり解説が書いてあったりしますからこの丁寧にね読んでみたりすると何か、えー、気が付くことがあるんじゃないかなと思います。それではまたババイバイ